横浜市民はね、子供の頃からこれね。あの、丸いったら大トロ。あ、そうなんですね。鳥の。あ、ええ、これあの、おっぽろつけ根のところにそういったオープンしますよっていうのが出てたので、あの、元町ニュースで見ました。これはどなたとどのようにして。いや、夫と二人で知能の高い生き物をあの殺す、意味もなく殺すっていうのは良いことだとは思っていないのですが、あのちゃんと調整とか世界とのバランスを取った上での数量をっていうことであれば、これは日本の食文化でもあるので、あの美味しく、せっかくのあるものなら、あのそのままじゃ廃棄とかっていうことよりはいただいた方が、かえって命も大事かなと思ったりもしますので、何より私好きなのでじゃあ食べられると嬉しいなというところです。あれ、すいません、ちなみに麦と入ってますね。音入ります。あれ、じゃあ麦反捕鯨の団体から嫌がらせとかそういうことがあったという経緯があって、で今もそれでなかなかあの大手のスーパーさん、そういうことはあの僕が言ってもほとんどないんですけども、まあそれを慎重に対応されて今扱っていただいていないと。で、あの消費者の方々はどこに行ってもクジラが置いてない、食べたくても買えないっていう方があの結構多くいらっしゃるんですね。そういった方に、買っていただける場所を提供するということで、この、自動販売機の無人店舗を、始めることにいたしました。綺麗。まだあります。こちらもですね、見ていただくと売り切れのマーク出てますけども、あの非常にあの製品の補充がなかなかあの、回らないぐらいに好評いただいています。あのアイスランドっていうのはあの自国の消費がないもんですから、全部あの日本向けの輸出なんですね。で、日本が、輸入しないんであれば多分あの捕鯨は続けられないんですので、我々もそのできる限り、アイスランドにはあの捕鯨を続けていただきたいという、まあ、そうしないとなかなか国内の供給量が伸びないんですね。今後もっとあのクジラ芸肉っていうのが広がっていくなとは思います。それはお店の提供の仕方だったり、そのそうですね、商社さんがあのクジラをどういうふうに、末端に売っていくのかっていうやり方も気になりますし、まあ、あの今地味な業界な分、これからますますあの広がっていくことは確信してます、はい、ただ場所柄サラリーマンさんばっかりなんで常連さんは多い場所です。